回も始まりました。はい、なんと12回目の収録でございます、はい、素晴らしい記念すべき回ですね。丸1年経ったということですね、はい、で、新ガーデン西浦店さんに来ております。はい、ここは、デビルって、はい、あとオズワンと獣王か。そうですね、ったね。結構回数はね、多く来てるお店ですね。まあ戦えてる方なんじゃないかなと、まあ、盛り上がりは見せられてるんじゃないかなというところでございますが、はい、ちょっと最近私、はい、不調がこの番組続いております。どうやらそうみたいですね。なんだその目は。いやね、あの結構エンディングでこのやり取りちょこちょこしてると思うんですけど。そうだね、あんまりお前活躍してないだろみたいな空気は流れてたんで、なんとなくこの現場、はい、雰囲気、その今日来てくださってる、その現場に来てくださってる、まあ、視聴者の方、はい、とかも、うん、バラさんはちょっと大変そうだなみたいな、ちょっと違うとなってそういう空気を作ってる。まあまあまあ、そうですね、 みんな感じてたと思います。感じてたんだけど、はい、ここでですよ、はい、もうちょっとリクエストの前に行っちゃいましょう。はい、はい、行っちゃいますか。終始を届いたんですよ、ディレクターから。はい、いただきましたね、さっきね。じゃあ2人の合計の終始から言っていきますか。はい、2人トータルがプラス5753枚。だから11回ってことでしょ。はい、1回平均500枚ぐらい買ってるってことだ。すごくないですか。いや、あんな適当なことやっててリクエストだなんだとか言われて。いや、そうですよ、適当なことやってこれだ、うん、素晴らしい素晴らしい。でですね、個人収支が、あ、これはもうだってね、はい、ここが大事なんですから、もうこのあの雰囲気からしたら察してくださいって話でしょ。そうですよ、1158枚のプラスを叩き出している人が、はい、マリモさん、そして私が4595枚プラスです、どうなってるんですか。ちょっとすごい頑張ってますよ。衝撃的だよね、その結果、はい、差がだいぶ開いてますからね、2人で4倍くらい出してるんでしょ。そうです、ただ何でっていう、そんな記憶に残ってもないで見ると多分俺前回の、はい、コードギアスと、はい、その前のオキスロ、うん、はい、オズワン、あそこで大ダメージを食らったんですよ。そうですね、そこの2回で3000枚ちょっとマイナスを叩いております。私は獣王の回で3181枚出してるんで、これがでかいですね。あれがでかいね、はい、プラスのじゃあ6割7割ぐらいそれなんだ。そうです。ああ、そうなんですよ、だからやっぱり一撃そういうのがあると、はい、一気に収支はひっくり返るとですね。そういうことですね。ただ、はい、やっぱり我々といえば、うん、その収支にも現れてる通り、うん、上昇軍団ですね。ねえ、ほんとね、軍団っても2人しかいないんだけど。そうですね、上昇軍団でやってますもんね。ペアとか言わない、軍団です。ペア軍団でね、2人なんで、はい、まあ4人いますから。あ、そうね、一応そうですよ、軍団です。たまに1人加わるもんね。そうです、そうです、俺にも金貸せっていう。そうそう、そろそろ加わってもいいんですよね。で、はい、まあそんな我々しっかり勝っている2人なんですけども、はい、今回のリクエストは、はい、一応読みます、はい、ね、キーボーさんから、もうすぐ11月に入ります、はい、そこで撤去が1月に決まっている万枚も狙える5号機縛っていかがでしょうか。おー、なるほど、はい、でやっぱ大きく勝ってる回が、うん、まあ、5号機打ってる回ってことで、はいはいはい、ね、これを加味して我々第4を確保してますけど、今回は、はい、オス番長3を、はい、並びで取ってみました。いや、レアですよ、まあ、番長3得意、へー、得意か不得意かで言ったら多分得意なんですけど。あ、得意なんだ。理由としては、あの他の騎士よりもこう慎重になれるというか。と言いますと、続ける理由を探すんじゃなくて、やめる理由をちゃんと探せるんですよ。え、何その上昇軍団みたいな言葉の言い方。違うんですか。今日はそれで、ね、ありがとうございます。12回目ですからもう。なので、あのそんなに深追いもしないですし、はい、いい台だったらちゃんと粘れるんで、終始はそこまで、そういうことね、そうです、マイナスにはいってないと思うんですよね。私はね、結局ハマんなかったんですよ。でもなんか噂によると昨日出したみたいな。昨日ちょっと某収録でいい思いしてですよ、ね、その流れがまだ残ってんじゃないかってことで、はい、このリクエストもちょっと前向きに捉えられてる、うんうん、いいじゃないですか、まあ、最後にいい思いして、そうですね、しっかり締めたいですね。というような感じにしたいと思いますけど、我々4人でね、軍団としてやっていきましょうよ。アドバイス受けつつ、はい、足りない知識はフォローしてもらって、はい、ここに掲げた文字が、そうだね、綺麗にレインボーに輝くようにですか。もう1000枚買ってんだから、もうふん、あ、なんでどうしたの、綺麗に輝くように、何、何、上昇軍団、どうしたのこれ、これでやっていきましょう今日も。だから何ですか。だからなんか全然前開けなかったのか。そうなんです、暑かったずっと。
荷物も安心してください。何すかこれ、何すか上昇軍団ですよ。ちゃんとどうしたんですかこれ。作りました自腹で自腹で作りました。安心してください、皆さんの分もありますカメラマンさんの分もありますね、軍団ですから。今日はこれを皆さん来ていただいて、今日持ってきてんの。持ってきてます。だからあのでかいバッグなのか。そう、バレちゃった。そう、入ってますんでね。余計なことしてくれてる、はい、後ほどお配りしますんで。すごいいらない余計で、なんでですか。すごいいらない。それはワンティームですよ、ワンティームそれはいいよ、やっていきましょうよ。クソだせかっこいいじゃないですか、ちゃんとグラデーションで。だってこの後あれだよ、あの何ですか、富士屋行くんだよ俺たち。上昇軍団来たぞって。上昇富士屋って何上昇するんだよってなるじゃん。名を馳せましょうよ、だから来たぞって。ただでなんか食おうとしてんじゃねえかっつってはい、着替えましょう。マジで上昇軍団今着替えんの。じゃあ着替えてみました。はい、ありがとうございます。いい光景です。我々だけじゃないですよ、カメラマンそれぞれね、はい、2人いるんですけど着替えて。いや2021年一番テンション下がってる。ちょっと待ってくださいよ。まあでも今日あのハロウィンなんで仮装してる気分になってもらえばいいです。マジ。果たして上昇軍団5号機たくさん出せるんでしょうか。ワンツースリーディスナー行ってきます。行ってきます。さあ揃い踏みです。はい、後ろにもね文字が見えると思いますけど、これでやっとワンチームですよ。いや本当によくやってくれたな。やってくれたな。おい朝からお勝ってるんだぞ私の方がそうですか、はい、失礼しました。とんでもございません。じゃあとりあえず今日は、はい、もうこの T シャツ作ってくれた分ぐらいは最低プラスにする勢いで、そうですね、いいですか。でそれクリアしたらもう次は満杯です。はい、そしたらパーカー作れるんでね。また作るんだ。作っていきましょう。じゃあもう8000枚にしよう、はい、パーカー作られちゃうから、おかしいなよし、上昇を目指します。はい、わ新鮮だな。なんか並びで番長3、我々が並びで番長3打つなんてねえ、こんな日が来るとは思わなかった。本当ですね。基本的に俺が5号機をさ、こんなに、はい、この番組始まってから打ってないからね。確かに6号機ばっかり打ってるから。そうですね、この前の R2 ぐらいですよね。そうそうそう、5号機縛りで、だから2回連続で5号機で縛ってる感じですね今。でもまあもうこれか最後ぐらいか、うん、次打てるかどうかだね。そうですね。あ、これはいいじゃないですか。いきなり初回対決ですか。勝って10%取って、それ何回言ったか分かんないな1回もないと思うんだよねおそらく俺。いや私もなんですよ。だから嘘なんじゃねえか本当は。ねえって言って打たせる作戦なんじゃない。誰かが流した、誰かが流した、流した打ち手が勝手に作った情報ってことです。あ、それもあるね。打ちたいから錯覚させて自分を、うんうん、どんだけ好きなんですかワンツースリーその人で周りのやつを巻き込んで負けさせようって。あ、まだまだいい、まだいいよ、いけますよ。本当にあるかも。弁当、弁当、なんか、なんかくれ。お、あ、続け、あ、いやー、でもここでじゃあ 80% 取ろう。あ、商店街行かないとだな。あ、ダメだ、私もうダメです。早いですよ開始30ゲームですよ番長3って、はい、そのやめる理由を探せる唯一の機種ってお話ししたと思うんですけど、その理由が、まあ、高設定じゃないとなかなか勝ちにくいじゃないですか、どうしても、うん、結構設定大事だよね。すごい大事ですね。5でも負けれるんで、やっぱ偶数挙動してくれた方が追いやすいですね。まあ、そんな偶数挙動なんてもう分かんないですけど、鼻につくもの言いだよな。そう、そうですか。なんかえ、どうしました。何そんな、ちょっと本当、はい、上昇軍団とはいえ、はい、知ったような口聞いてほしくない。あ、もう早くも仲間割れですか作らなきゃよかったかな T シャツでもこれ発注、これあ、発ウェブで発注して家に届くみたいな感じだ。そうです、そうです。あ、なるほど。さすがに店舗には行ってないですよ上昇軍団でお願いしますとは言えないです私も
でもらった素材が元々のレインボーのグラデーションだったんですよ。でもさすがにレインボーだとみんな嫌がるかなと思って、あの、ね、私服としても着てほしかったんで、その白黒のグラデーションにさせていただきました。よろしければ、はい、皆さん来てください。普段着として寝巻きだけはやめてくださいよ。寝巻きはね、本当にすぐ寝巻き行くよね。そうなんですよ。いやでも楽しかったです、その T シャツ作ってる時間。配置とか大きさとか色とか、まあ、ボディも何種類もあって。あ、こういうもんなんだ。そうなんですよ。え、それで2000円ぐらいで作れちゃう。そうなんです。もしね、またあのパーカーとか作るようだったら、それ用にデザイン作ってもらって、フォントとかね。いいね、本当。グッズ作るの好きだね。楽しいじゃないですか。上昇グッズダサいな。ダサいよな。いやでもよく見ないと分かんなく、いやそんなことないな、上昇軍団ってはっきり書いてあるな。やっぱさっきあの併設のコンビニ行くときちょっと前隠したもん。いやいやいや、ダメですよ、堂々と歩いてください。グラビアっぽく歩いてたもん。だっちゅうのは古い。これが初回かなですね。これはちょっとノリピーです。あれなんだっけ、勝つ抽選は何パーだっけ。10%です。その2分の1だっけ。元々の勝つ確率が 10% で、それの 50% で 80% 取れるんです。ああ、はい、確かじゃないようなもんです。ですよね、おまけで、はい、取れたらいいねぐらいの。バイソン松本君はそれ狙いで朝一打ってたっていう伝説。初回対決カニ歩きですよね。ストロングスタイルって、はい、残念。すごいよな、設定勝てねえだろうと思ったけど。私も一時同じやり方してましたよ。ダメだった。ダメでした。まず初回までがすごい長かったりとかして、あとさ、リセットされてるかどうか分かんないそうなんです。昇盤ですよ、一応。積もってんな、あれ。え、積もってるんです。昇盤って積もってるんです。初めて聞いた。完全積もってるよ、あれ。もう積も、あ、積もられた、先に。うらやましい。そうか、長板引けば積もったってことになるんですね。強弁当引こう。あれ、長板長って確率どんなもん。3万2000。知らないです。長板、そうなんだよね、知らないんだよな。長板長ボーナス引きたいって思ったこともなかったです。出ないんですもん。わかる。いや、俺いきなり32超えられそうなんですけども。もうやめてもらいたいですね、これね、うん、ちょっと希望を持ちながら打ちたい。ちょっともう上昇軍団いきなり32超えました。ちょっと何が上昇軍団だ。あ、私また対決連ですよ。対決連か、いいね、はい、チェリーからか、どっちだろう。チェリーからでした。特訓行きたいのよ、私。なので最低でもベル、はい、引けないね。対決パネルがすごい静かですね。対決パネルとは名ばかりの対決しなさい。いや本当に日常だ、日常。日常パネルだよ、日常パネル。マジで全然対決しねえじゃん。いや、テンパると思ってなかったから。すごい、やった、おめでとうございます。ありがとうございます。引きました、引きました。引けたらいいねなんて言ってたら、本当に、ね、しかもあんな別にどうでもいいよね、演出でねえ。かついのもなく、あ、来ました。はい、上昇。はい、上昇。はい、上昇。これちょっとワードにしておきましょう。いやー、何年ぶりだろう、こっから弁当揃えたの。対決見ます。綺麗だな。あ、ほらほら、止まっちゃうもん、やっぱり止まっちゃうもん。ほら、止まっちゃうもん。あ、止まっちゃうのか。どうする、揃える、見る、見届ける。
どちらでもお好きなように。ほら、うわ、いい攻めだ、いい攻めだ、綺麗だな。コインの無駄なんだよな、ただ。あ、まあ、確かに上昇としてはダメですね。揃えましょう揃えましょう。ラグビーで勝つとこなんかこの後いっぱい見られるはずだから。よし、ありがとうございます。いただきました。確率何分でしたか忘れたけど、さあ、長が引いたってことは高設定積もったってことですからね。マリモさん、高設定じゃないよ。え、あれ、積もっただけです。高設定とは言ってない。積もった、何を積もったんだろう。目標何個乗せですか。いや、これが揃わねえんだよな。そうなんですよね、なかなか2個、少ない。まずは2個、あ、まずは2個、低めのハードルからってことですね。そうそう、はい、これもダメだですね。すげえつまんねえ落としちゃった。2個、2個いけますか。行きたいです。僕は怪しくなってきた、怪しくなってきたけども、それは言わないお約束。大丈夫、相方が髪をいじるぐらい暇をさせているのは分かっている俺。ポリ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 、ハットインも出ないな。ポリポリハットイン2回しか出ないの多分。いや、マジで出ないぞこれ。2個とかすげえ高みのこと言っちゃったな俺。ここからの2個だいぶハードル高いですよ。なんかやっぱりひどいな。台が満潮シリーズのフリーズ、やっぱフリーズとか向いてないな、プレミアムやつは。まあ、でも天国ついてきますからね。あれ、天国ついてくるのフリーズだけじゃないですよね。昭和昭和ついてくるはず。あれ、ゼロです。ゼロゼロ。上昇軍団そんなに頼んなくてもいけるから。そうですよ、ここからです。ちょっとこれ500枚で終わる未来が見えてきた。何ですか、大丈夫ですか、そんな未来。ダメです、500枚で終わる未来が見えてきた。ちらついてるったら大丈夫かな、これ。言霊ありますからね、気をつけてください。超番長ボーナス後の ART はストック何個確定とかあるの。80パーループもついてきますよね。あれ、ついてこない。え、天国だけですか。じゃあ天国だけですって。じゃあもうそれ行かなかったらマジ即終了もありえるんだ。即終了。じゃあこういう対決一個一個大事にしてもらわなきゃいけないってこと。そうしましょう。私80パーついてくるイメージあったんですけど、80パーそんな安々ついてこないんじゃない。あ、来た。いや、でも負けるか。絶頂絶頂、温泉まで行ってくれ。から地図出ることもある。この大大寺から地図でまた温泉に行こう。あ、見たことないですね。それはない。ないです。あるのかな。あってもいいよ。あ、そんな甘くはない。とりあえず勝つは勝つんで安心はしてるんですけども。赤ボタンみたいです。赤ボタン。じゃあお見せしましょう。やった。ドン、白い。そろそろ。ナースだ。いよいよ危ねえぞこれ。いよいよ、いよいよ危ねえよこれ。危なくなるの早くないですか。あなたが次の当たりを、次の初当たり引くまで、はい、俺耐えられないかもしれない。かもしれないですね。もう1万6000円使ってます。全然回らないんですけど。なことはなかった。さあ、怪しくなってきましたぞ。初期ストック何個とかもないの。ないの。なかったと思います。ちょっとじゃあ、あの本当超番長ボーナス中に7揃えないと短期特攻みたいな感じで ART スタートすることになるわけだ。本当だ、
次回 BB 天国モードのみだ。そりゃ出ないわ。でも逆に言えばそこに割をたくさん持ってかれてないとも言える。あ、まあ確かにそれありきで作られてないってことですもんね。おまけよ、おまけよ。いや、おまけにしてももうちょっと欲しいですよ。私も32を超えるんでしょうか。2人で序盤で超えるのやめようよ。よくないです。もしかしたらと思いながらちょっと打ってる。やめなきゃいけなくなる。やめるんだこの状況で。超えるじゃんそれ。超えますね。超えます。いや仲良くいきなり32超え。ってことは私この後フリーズ引きますね。流れで言うとね、流れで言うとシナリオで言うとそういうシナリオです。聞かせてちょうだい。当てたい。天国ループしてねえかな。ちょっとこれきついぞおい。このまんまじゃ。俺は叩けるぞ。戦うぞ俺は。戦い抜く。きついじゃん。対決が いける。お、よし、いけるぞ。いや弱えな。展開が弱い。なんとか頼む。手厳しい。ちょっと防御角行ってくんないかな。行ってくんなきゃダメですよ、むしろ。行ってくれなきゃ。防御角ぐらいつけてほしい。いや本当に本気で危ない。このままだと本気で危ないから。いけ。よし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 。さらにさらにさらに行こう。5大事超大事超超超超超大事。お、5大事超大事超超超超超大事。5大事ちょ飽きてるよね。ええ通常時飽きてるよね。ちょっと30に過ぎたし、はい、なんか走ってないと寝ちゃうなと思って。すいません。お邪魔しました。わかるわかる。お、もう一個上、もう一個上。行こう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 。あー、出た。これはいい、これはいい。来い来い来い。ウォー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 。あ、もう勝ち確じゃないですか。これは行ったでしょ、はい、これは行ったでしょ、さすがに。大丈夫かな。大丈夫。あー、こっちが優勢。危ねー。よかった。そろそろ絶頂が痛い。よーしょ。いや、あるぞ。見ました。何があるのなのか分からないけど、まだ完全積もってるですよね。完全積もってる。大積もりですよねこれ。いや来たねこれは。対決パネルでねえ。で天国もループしてますもんね。あ、排除しよう。もう安心してください。 ありがとうございます。本当に T シャツ代出ますよこれは。よかったです。完全に作った甲斐ありました。いやー、じゃあ、うわー素晴らしい。8個また控え、まず8個いいですね。さっきと違う。少々強気に。いやー、自分でこれ消化すんの何年ぶりだろう。あ、そんなにですか。大打ちしてくださいっていうのはまあそこそこあるんだけど。いいなー。今対決パネル打ってる人たち全員の夢を背負ってますよ。マリモンさん、俺もそうかもって、あるかもってみんなが思った瞬間。そして私も思ってます。 ART 終了画面で金閣に出ちゃうんじゃないかって。泣かない。こっからですよ。そっか、2個しか押し押してくれない。そうです。まあでもドッジボールなんできっと大丈夫。ああ、いきなり強い、はい、リプレイで強い。これでいけば。いいですね。あ、いいですね。いいですね。
8個って言ったの？8個って言ってます。8個って言ってます。これで何個？4つか。折り返し。折り返し。いいですね。ナイス。あ、さらに効いてくる。真ん中ぐらい、はい、尺度来なければまあ大丈夫。いやちょっと良くないんじゃないこれ。大丈夫来い。いやーどうじゃあまあまあでも、まあまあまあ、保証で終わらなかっただけ十分です本当にありがとうございます。5個取れました。とりあえずあげたいよ、あげたいよ。ああ、残念。まあでもベルが39だったかな、39、そうですね、で割れました。サンキューとか言ってんじゃねえぞ。サンキューこの、中途半端に戻されてんじゃねえぞ声出してかないともうちょっとやられてんですから。ベル70です今、71。あと50ちょい遠い。リセットされてれば50ちょい遠いよ。素晴らしい。オッケー。青なんだな。大好き。Let me feel。 うわー、邪魔。声を通らしてうろ覚えの歌詞